加橋優太の動画。どうも、高橋優太でございます。ですね、報告なんですけれども、ついに買ってしまいました。何を買ったかというと、業務用の焙煎機でございます。というのは、僕基本的には自分のコーヒーは自分で焼いて、で、場合によってはですね、人にですね、そのコーヒーをお分けしてってことをしてるんですけれども、今使ってる焙煎機がですね、一度に 250g の生豆しか焙煎することができないんですね。なんで、場合によってはですね、その焙煎機で5回とか6回とか連続して焼く形になりまして、で、焙煎するのに大体1回あたりですね、15分前後かかるんですよ。なんで、ひたすら焙煎して、まあそういった時にはですね、1時間以上焙煎し続けたりということになってしまっておりまして。で、まあ、できればやっぱりもう少し一度にたくさん焼ける、焙煎機が欲しいなと思ってたんですよね。で、その一度にたくさん焼ける焙煎機、まあ業務用の焙煎機ですよね。っていうのはですね、これがまためちゃくちゃ高い。半端なく高いですね。趣味で買うレベルの価格ではないです。少なくとも。まあ大体ですね、3キロぐらい一度に焼ける焙煎機になりますと、新品で買うとですね、最低200万ぐらいはします。今だったらまあ消費税とか、配送代とか込み込みでですね、多分250万弱ぐらいすると思うんですよね。なんでそんなの、もう買えるわけないということで、まあとても無理な話だなと思ってたんですよね。とても買える身分ではないので、ちょっと厳しいなと思ってたんですが、ヤフオク、インターネットオークションのヤフオクですね。見たことある方多いと思うんですけれども、そのヤフオクで調べておりましたらですね、今僕、その 250g の焙煎機、富士ロイヤルっていうメーカーのやつ使ってるんですけれども、その富士ロイヤルの3キロ、一度に3キロ焼ける焙煎機が出品されておりましてですね、まあ型はかなりもう古いんですよ。多分見たところによると、まあ年式の情報はなかったんですが、20年ぐらい前の、もしかしたらもっと前のモデルかもしれないですね。かなり古いやつなんですけれども、それがですね、出ておりまして。で、スタートの価格が、確か20万円ぐらいだったかな？ 20 万円ぐらいだったんですよね。20万かと。20万ならまあ、変な話、買えなくはない。何せ、新品で買うと250万ですよ。250万は無理だけど、20万だったらなんとか。っていうことで、まあ予算をもう決めてですね、入札したんですね。もうマックス50万だと。50万までだったら、まあなんとかなるかみたいなことで、50万で入札しましたらですね、落札できてしまいまして、ということで、まあ、ついにですね、その業務用焙煎機自由にコーヒーが焼けるということで、非常にワクワクしておりますし、まあ予算内で落札できたっていうことで嬉しいんですけれども、いかんせんですね、その落札価格が50万で入札して、49万1000円。ということで、何回でも、高額な買い物をした時って、なんか、良かったのかなみたいな。あれ、この買い物で良かったのかなとか。なんかですね、やっぱこう、持ってるお金って限られておりますし、まあ、収入もですね、まあ、たかがありますので、良かったのかな
ていうその気持ちとさっき言ったワクワクと半々でですね、今ちょっと微妙な心持ちになっておりますということで、ちょっと僕のチャンネルを見ていただいている方にですね、事前に報告しようと思ってこの動画を撮影しております。ちなみに、落札した焙煎機はこんな感じです。でも一度に3キロ焼けるってすごいですよね。今までが 250g だったので何倍ですか、12倍、一気に12倍の量が焼けるということでですね、もうとてもじゃないですけど自分で消費しきるっていうのは難しい量になってきますんで、それもどうするかっていうのをですねちょっと考えなきゃいけないなと思っております。また今配送業者の方とやり取りをしてるんですけれども、まあ、到着しましたらまた改めて報告させていただきたいと思います。それでは今日はサクッと終わりたいと思います。それでは。